普段の食卓はもちろん、非常用食品としてもニーズが高いパックご飯。放射光で分析することで何がわかるのでしょうか。炊く途中のメカニズムも、放射光で測定解析しているので、より美味しいご飯を提供できるように研究していきたいなと考えています。炊き上がったご飯をナノテラスの強力な X 線で観察することで、米の内部構造やでんぷんの状態などを分析。これまで主に感覚に頼ってきた旨味や甘味などをデータ化、可視化できるようになると期待されています。試行錯誤を繰り返し、より美味しい炊き方を研究するということです。実は米の表面の旨味層といったところは、まだまだ我々チャレンジできる余地があるので、炊飯器を超えるような美味しさが放射光を活用することで、実現できたらなと思っています。ナノテラスでは、民間企業や研究機関が一口5000万円の加入金で10年間施設を利用することができます。アイリス大山は今月中にビームラインの利用を開始する予定です。近場にあるということで、すぐ取りに行ける環境、これ非常にありがたいなと思ってますし、その地元に還元できるような、そういった研究開発が行えれば行うのが使命かなとも思っています。アイリス大山では今後、パックご飯以外にもマスクなどに使われる不織布やプラスチック製品に使う樹脂などの分析を予定しています。